アラニンアミノキテン酵素は GPT とも呼ばれ、ピルビン酸とグルタミン酸をアラニンとアルファー、ケトグルタル酸に相互変換する酵素である。人体のほとんどの組織に含まれているが、中でも肝細胞への分布が圧倒的に多い。そのため、肝細胞の破壊の際には血中濃度が上昇する。逸脱酵素としての性質から、血清中の ALT 濃度は、 肝障害の程度の指標として利用される。肝細胞が破壊し尽くされると、むしろ流出量は低下する。肝臓の逸脱酵素として、ALT と共に知られる AST よりも得意性が高いが、AST との比率も臨床的に意義がある。単位は IUL で示され、5から40程度が基準値となる。ただし、基準値内であれば、正常であるということはできない。 なお、基準値が検査機関や医療機関ごとにことに異なっていることに、監視、施設間の差をなくす必要があると指摘されている。正常では、ALT の方が高めの数値を示していることが多い。肝炎、死亡期も、肝硬変、肝腫瘍などの肝疾患では、AST、ALT の上昇が特徴的であり、100以上、時に500以上を示す。中でも、 アルコール性肝炎や肝硬変、肝腫瘍では AST の上昇が目立ち、ウイルス性肝炎や脂肪肝,肝では ALT の上昇が目立つとされている。しかし、非アルコール性脂肪性肝疾患では有意な上昇を経ずに肝臓がんを発症していることもある。ありがとうございます。